3、2、1、どうぞ。ついに日比谷にゴジラが現れました。迫力があって今にも動き出しそうで、でも私は親しみを感じます。この守り神ゴジラ像が日比谷の新たなシンボルになること間違いないと思います。ゴジラの映画を拝見しました。とても憧れがあり、今回こう映画ではなかったんですが除幕式という形で関われてとても嬉しいです。食べたくなんだよな。いや、よかったな。